そのピッチャーの圧というかオーラというか、はい、そういうのが気迫というか、出るピッチャーは大きいですね。なるほど。打った、センターへ打球が飛んでいる。この打球はどうだ、センターバックスクリーンの右飛び込みました。筒香の第9号ソロホームラン、勝ち越しホームランとなりました。筒香に一発が出ました。2試合連続のホームラン、3対2。大きな一発がここで飛び出しました。第9号2試合連続のソロホームラン、まさにピンチの後にチャンスありでした。浜口がしのいで、そしてこの筒香のホームランにつながりました。まあ、そうですね、やっぱりしっかり流れを引き寄せたという感じですよね。そしてこの筒香の打球ですが、神宮球場で2本打った打球はいずれもまたバックスクリーンでしたけれども、はい、これで3本続けてってことになりますね。今状態が上がってきたんでしょうね。